エンタメの伝道というエンターテインメント関係の専門サイトが2021年までの数字を集計した、えー、日本の俳優別主演映画興行ランキングというのがあって、えーまあ、早い話これまでにその俳優が主演した映画がどれだけ稼いだかという順位なんですけども、えー、それに僕が直近2年の数字を加えて計算し直した最新の順位が10位が、えー、二宮和也9位が小栗旬8位が阿部寛7位が役所広司6位が藤原竜也5位が伊藤英明4位が佐藤健3位が木村拓哉 2位位がが岡田田一そして1位が小田裕二です、まあ、何しろ織田君は「踊る大捜査線」シリーズの映画4本だけで2位の岡田准一とほとんどいい勝負ですから、まあ、踊るの映画がどれだけ当たったっかという話ですねで今回は秋にスピンオフの新作「室井真次破れざる者」と「室井真次生き続ける者」の2作が公開される、えー、日本一のヒット映画「踊る大捜査線」シリーズの話です。 まず最初にテレビシリーズの話からドラマ踊る大捜査線』は1997年1月クールに富士の火曜くじ枠で放送されて初回視聴率が18.7%平均視聴率が18.3%例えば 同じ枠の直前の筒井光孝武田真治主演の「こんな私に誰がしたの?」平均11.6%とか直後の、えー、田村正和主演の「ソウルと呼ばないでの」の、えー、平均14.4%に比べるともう断然いい数字なんですけれども、まあ、何しろこの時はですねフジテレビのドラマが全盛期で同じ年に放送された月9の「バージンロード一つ屋根の下2」つ、えー「ビーチボーイズ」「ラブジェネレーションは」はそれぞれ平均視聴率が21.426.423.730.8%でしたしおじさん 田君が、えー、この前の年に TBS で一緒にした「真昼の月」も20.7%でしたから「この踊る大捜査戦」の全シリーズの脚本を書いた君塚良一さん、えーまあ、この方バブル号でお世話になったのでもうあのさん付けで呼ばさせていただきますけれどもが書かれたこの「踊る大捜査戦」あの名セリフが書けたわけ。 という本によると踊るのプロデューサーの亀山千尋さんはこの最初の打ち合わせ川合わせで全く新しい刑事物を作りたいというふうにおっしゃったそうですそこで君塚さんは太陽にホエロがやったことはやらないようにしようと提案します例えば刑事にあだ名をつけない美好や聞き込みのシーンを音楽に乗せて見せない視聴者は犯人に感情移入させない それから刑事を殉職させないなどなどこれいずれも太陽にに日本に定着させた刑事ドラマの王道パターンですよねそしてこれはあの亀山さんが以前この番組で話されていたことですけれども織田裕二深津恵里いかりや長介のキャスティングはもう前もってだいぶ前から決まっていて当初の企画では深津恵里が検視官でその深津恵里を男で一つで育てた老刑事がいかりや長介そしてこの親子の住む家に下宿する若い刑事が織田裕二で事件を捜査会議ではなく家で3人が食事をしながら 解決するホームドラマっぽいまあ、ホームドラマ掲示物だったんだそうです。まあ、それはそれで新しい掲示物っていう感じがします。けれども、君塚さんは本を作り始めてから。 まあ、だめだこりゃと思って、で、引退した実際の警察関係者たちに。刑事たちの実態を、まあ、徹底的に取材したと言います。この、え、踊る大捜査線、あの、名セリフが書けたわけによりますと。えー、心理の若い刑事が張り込みの最中に、デートの約束があるのと、先に失礼しますと言って帰ってしまったとか。菓子パンを買って、領収書をもらっている間に、尾行対象を見失いかけたとか。まあ、それまでのドラマでは、見たことのないエピソードが、まさか、え、聞けたそうです。一方、これは、この踊る大捜査線、日本映画の、何を変えたか、という本に。元警視捜査一課の刑事の、言いだ。 広下さんんが書かれていたことなんですけども、警視庁の人たちは踊り出すさせさんを初めて見た時に刑事たちの使う隠語とか組織内の人間関係とかがあまりにもリアルだったために情報をリークしたたのは誰だっていいうう話になっていたそうですね。飯田さんによると、まあ、例えば張り込みは2人組の刑事が、まあ、車の運転席と助手席に並んで座って対象を見張ること以外何もすることがないので、えー、必ず先輩の後輩に対する説教タイムになっちゃう だそうですね。えそういう刑事生活の実感がこの踊る大沢戦のドラマには実にうまく出ていたと言いますで脚本だけではなくて例えばこの小田君が着ていたえ緑色の米軍放出の M51 パーカーは以前あのスイングンロンドンの会で紹介しましたけれどもあれはあの1960年代の初めにロンドンのモッズと呼ばれる若者たちの間でモッズコートとして大流行していたコートでそして今は青島コートと呼ばれていますこれ刑事が着るコートとしてはちょっととっぴな感じなんですけども実際の刑事はまあ張り込みであれぐらい厚手のコートが必要なんだそうで 飯田さんによると「踊る大捜査線」以後、まあ、放送が終わった後でで本物のの刑事たちの間であのとですねそうした、えー、徹底的にリアリティを追求した取材のおかげでこの「踊る大捜査線」は警視庁と所轄の上下関係とか所轄同士の縄張り争いとかそういった警察組織の内情あるいは先ほど紹介した実際の刑事もうなった、まあ、張り込みの実態とかリアルな衣装とかそれまでのドラマが描かなかった刑事の現実を初めて描いた、まあ、まさに亀山プロデューサーが最初の打ち合わせで言った全く新しい刑事ものになりました。 このドラマの主人公はコンピューター会社で2年間営業成績がトップだったという元サラリーマンで何かというと自分の名刺を出したがる青島は取調室で容疑者に活動を進めて「お前田舎におふくろさんがいるんだってなあんまりおふくろんを悲しませんなよ」「おふくろさん今頃お前のために」と言って「母さんが夜なべをして」歌い出します。 実はこれ取り調べの実習で犯人役を演じていた先輩刑事が青島に「お前刑事ドラマの見過ぎなんだよ」と言ったりします。まあ、こうした冒頭で刑事ドラマのパロディで視聴者を透かすという思考がまあ後に映画シリーズ4本にえそっくり踏襲されてましたね。これレンドラの第1話 青島は周り何もないんで空き地とバカにされている湾岸署の刑事課強行犯係に配属されて赴任初日に、まあ、湾岸署に行ってみたらオフィスはもう誰も出払っちゃっていなくていたのは隣の当犯係の深津入演じる恩田すみれだけでそこに近くで殺人事件が発生したという知らせが入って青島はパトカーで現場に急行しようとしますが、まあ、パトカーを出すには課長と係長の犯行が必要だと言われて仕方なく徒歩で現場に行きます。が 現場では本庁の刑事たちから、所轄は首を突っ込むなと邪魔者扱いされて、青島が。俺にも捜査させろって暴れ始めると、この怒りは長介が演じている。あと三ヶ月で定年だっていう同じ湾岸署の、ええ、強行犯係の枠さんに袖を引っ張られて。俺たち初活所轄署のデカは、あしゃぶって見てりゃいいんだ <laughs> って言われるんですね。で、そこへ柳葉敏郎を演じる、管理官の室井が。えー、乗り込んできます。<laughs> もう、あの、黒いスーツ着て、肩怒らすで、独特な歩き方してましたけど。この室井はクールな切れ者なんですけど、東大卒だらけの。 のキャリア組の中ではただ一人マイナーな東北大卒だったので、まあ、下の刑事たちから「そんなに手柄が立てたいのかあの小僧と馬鹿にされています。 青島署に戻ると強行犯係の他のメンバーが出勤してきていて、えー、早朝ゴルフの帰りでゴルフウェアを着た小野武彦の、えー、袴田刑事課長とか何かというと健康診断を受けてください明日までですという里井健太の魚住係長そして第一方面本部長の息子でみんなからお坊ちゃんと呼ばれていていつもデスクで昇進試験のための受験勉強をしている悠介さんたまり演じるまして警部補が紹介されます、えー、刑事の日常は普通のサラリーマンと変わりがないというコンセプトが見どころと貫かれたもう傑作な出だしでしたね 君塚さんが前年に手掛けたドラマコーチズのキャラクターの描き分けが見事だったからとおっしゃってましたけども、この踊る大捜査線も今紹介した7人に加えて、所長の北村総一郎、それからえ副所長の斎藤悟とる、それから事件の被害者の娘で、後に婦人警官になる水野美紀の10人のレギュラーの描き分けが本当に見事でした。君塚隆一さんはまあ日大芸術学部卒で学生時代は映画監督志望で、まあかなりややこしい自主映画を撮っていたんだそうですけども、卒業後教授に紹介された萩本雄一、キちゃんですね。 のところで後世作家を務めます踊る大卒作戦のキレのいいギャグはそうした君塚さんの執事に追うところが大きいんだろうと思います金ちゃんはいつかドラマとバラエティーが融合する時代が来るからそのまで遊んでなさいと言って金をを出してててくくれれひたたすすら映画を見させてくれたそうです、えー、僕も「えー、バブル・号の打ち合わせで君塚さんとは何度か好きな映画の話をしたんですけれども君塚さんはものすごいマイナーな映画の思考とかディテールをすごいちゃんと正確に記憶されていて僕そして「踊る大卒作戦は」は、えー、全く新しいとは言っても「 例えば新入りとベテランがバディを組むとかまあこれはあの黒澤明の定番のパターンですよね、えー、それからエリートと戦い上げが対立するこれはもうジョン・フォードの「アパッチトレード」の昔からもうハリウッド映画でも何度も描かれてきた黄金パターンですよねそういった真の部分のパターンというのはあの過去の映画を研究し尽くしていた感がありますで作家と映画見公者の小林信彦は「週刊文春」の連載コラムの中で映画版「踊る大捜査線 t h e m ー v ーーを絶賛してでこの種の犯罪ドラマはアイディアと伏線の張り方が重要だが君塚良一の脚本にはトゥルーマン賞の5倍くらいのアイディアが詰まって また群衆劇としての、えー、出来の良さも指摘していて中でも「イりリア長介とフカリツエリが素晴らしい」とも書いていました。 でもちろんこの2人も素晴らしいんですけれども僕が個人的に好きなのは墓間田課長役の小野武彦ですねでこの人はあの石原プロの大都会の大内刑事とかそれから「王様のレストランの」の刑事長の梶原さんとか、まあ、印象に残る脇役を数多く演じている人なんですけども中でもこの袴田課長はもう「ザ・中間管理職」っていう感じで踊る大作戦のサラリーマン刑事ドラマっていうコンセプト最も見事に体現していた人だと思います。これ第9話で湾岸所に侵入した殺人事件のの被害者の弟あのこれ若 日の安倍佐藤が演じてたんですけどこの安倍佐藤に青島が刺されて、えー、怪我をしちゃった時に青島がまあ本庁の室井に電話で「なんで所轄の情報が降りてこないんですか!」ってくってかかってるとこの袴田課長がもう隣でその受話機を、えー、奪ってですねうちの者が生意気な口を聞きまして申し訳ありませんって、まあ、ペコペコしてる場面がありました。室井はあの袴田に 本庁としてはこのことを重要なことだと捉えているとかですね、組織体系の見直しを約束するとか、木で鼻をくくったようなことを言うんで、これ、それをずっと我慢していた袴田、えー、課長が最後の最後にぶち切れて、私の部下の命を何と思ってるんだ で怒鳴ってて電話叩き切っちゃうんですねで切ってからこの赤肌勝ちは我に返ってあれって叫んででうろたえてもう一回あの受話器を、えー、取ってもしもし管理官私ですねそういうつもりだよとかって言って言い訳するんだけども電話は特に切れててもうとととんでもないことをって言ってもう呆然とするっていうこの小野武彦の芝居がむちゃむちゃ面白かったですね絶品でしたでしかしこの小野武彦と同じぐらい良かったのがいつも精髪量で髪の毛をもうオールバックに <laughs> ビシッと決めて黒いコートを着て、えー、眉間にしわを寄せてにこりともしない柳葉敏郎のこの室井管理官もう本当演技作ってましたねあの第7話で不活躍のすみれとこの柳葉敏郎の室井管理官がこんな漫才みたいなやり取りをしますあんたさいつもここにここですねしわを寄せてて疲れない別に東京生まれあ来てた寒いとこで生まれるとそういう顔になっちゃうんだそれとも東大ではみんなななそうなのかな東北大だなんだそうなのなんだとはなんだ 官僚ってみんな東大出だと思ってた東北大のどこが悪いあ、それコンプレックス何を言う <laughs>、えー、そうなんだコンプレックスでこんな顔なってるんだもうこれ復活エリの突っ込みももう、えー、うまかったんですけどずっと苦虫を噛み潰したような顔を続けているもう柳端志郎が本当に面白かったですねこれ名場面でしたあのここまで小野武彦とか柳端志郎の芝居、えー、ばかり褒めましたけどもちろんこれ念のためにとくと主役の大田君も抜群だったんですよあのいちいち言いませんけどね これ連ドラで一番面白かった回は「あのサラリーマンものの匂いがすごいプンプンしてた第1話」とか「警視庁のプロファイリングチームが湾外署に乗り込んでくる第8話」あるいは「真下が撃たれてから急にシリアスになるもう最終話」なんかもいいんですけど個人的には第2話が好きでですすねね良かったです、ね、でこの回はこの枠さんが何者からか送られてきたマッサージチェンに座ると実はそれが爆弾付きの椅子でもう立ち上がると、えー、爆発しちゃうっていうことが分かって立ち上がれなくなってしまってでその爆弾を青島発想として <laughs> 針金の手を触れると「 これ手を離すと爆発しちゃうってことが分かってもうこの青島も動けなくなっちゃってこの2人の横でですね <laughs> あの青島に夕飯をご馳走してもらうはずだった予定だったすみれが店に30分刻みであ「あと30分かかっちゃいます」とかって電話をかけてるって話なんですけどもこれがサススペンンととギャグのブレドドが抜群で最も踊る大捜査らしいいエピソードだったと思います <laughs> 映画版第4作の「踊る大捜査線ザファイナル新たなる希望」のラスト本当にラストで小田裕二君の青島が小栗旬演じる本庁の管理官に向かって。 正義なんていうのは胸に秘めとくぐらいがいいんだっていうんですけどもうよかったですねこのセリフ。でこのセリフはこの第2話で「青島は人だけ逃げられなかったんですよ」で「お前何で逃げなかった?」って聞かれて「大丈夫です僕は正義を盾にしてますから」って答えたのに対して枠さんが言ったそっくりそのセリフの15年ぶりの繰り返しです。ブライアン・でケビン・コスナーのエリオット・ネスがロバート・デ・ィニーロのアルカポネに向かって亡くなったショーン・コネリから言われた「レッスン終わり」 っていうセリフをまんま言う場面があったんですけどあれと同じぐらい痺れましたねそしてこういう切れ味のいい伏線の回収こそ、えー、君塚さんの、えー、脚本の進行帳だと思います さて、えー、この踊る大捜査線はドラマが終わってから1年7ヶ月後の1998年10月に映画版第一作踊る大捜査線ザムービー湾岸史上最悪の3日間が公開されます、まあ、平均視聴率が抜群に良かった、えー、わけでもないこのドラマが映画化されたのは最終回の数字が尻上がりに良くなっていて曲側が視聴者の盛り上がりを感じたからでしょう、えー、この後で放送されたこのスペシャルもう25.4撮ってますしねでその昔まあ同じフジテレビの、えー、厚見急支援の男はつらいよというドラマが視 視聴率はさほど良くなかったのに最終回で厚見九志演じる虎次郎が奄美大島でハブに噛まれて死ぬと視聴者から抗議のハガキが殺到したのを見て、まあ、映画化を決めたっていうのとよく似てますよねそして公開されたこの映画版第一作は興行収入101億円同じフジテレビの「南極物語」の110億円にはわずかに及ばなかったものの当時の実写映画が歴代2位の大ヒットになりましたそして「踊る大捜査船ザムービー」はさまざまな意味でその後の日本映画のあり方を変えたエポックメイキングな作品になりましたね この映画が公開された1998年の2年前1996年は映画史上最も映画館の入場者数が少なかった年で年間入場者数が延べ1億1957万人日本人が1年間に映画館に行く回数が初めて1人平均 1. 回を割ってしまった年です。しかもその少ない映画人口のうち邦画のシェアは30%前後で、まあ、邦画と洋画は3対7の割合で、まあ、今のちょうど真逆でした。 そんな厳しいまあ状況の中でなぜ踊る大捜査線ザムービーがそんなに当たったのかまあ専門家がさまざまな分析をしていますまず第一にシネコンの登場にうまく乗っかったからだという説。 これ日本の本格的なシネコンの第1号というのは1993年に神奈川県海老名市に誕生したワーナー・マイカルナですでそのまでにも複数の映画館を持った施設というのはいくつもあったんですけども厳密な意味でのシネコンというのは複数の映画館がこの共通1つの映写室を持って映写室で共通なんですねそして映写機が同じフロアに映写室に並べて設置されていて。 で一つの映画の同じフィルムをスイッチ一つでこの隣の映写機のリールに送ることができる施設のことです、えー、他にも全席指定制で立ち見がないとか、えー、音響等の映写環境が抜群にいいとか、えー、飲食自由で各席にカップホルダーが設置されているとかいくつも特徴があるんですけども最も重要なことはまあ今言ったフィルムを隣の映写機に送ることができるという点ですでそれまで当たった映画の上映感を増やそうと思ったら各映画館が配給会社に新たなプリントを発注しなければならずそのプリントが来るのに時間がかかったんですけどもシネコンはその必要がなく もうその日の日うちにこれ当たってる映画だなと思ったら上映感を瞬時に増やすことができるというこの点が画期的でした、まあ、今はデジタルで上映しているのでこのフィルムを送れるというのは関係ないですけどもでこのシネコンが何で踊る大捜査戦の人と関係があるかというと1990年代までもう日本の映画館って邦画と洋画はもう上映感が完全に分かれてたんですね邦画の専門館っていうのはまあ東宝がちょっとましだったんですけど大体薄汚れていてどこか入りにくい雰囲気だったんですね、えー、特に「男はつらいよ」とか「KADOKAWA の邦画が進んでるん映の邦画 専門家に行くとまあなんかドヨーンとした感じでもう終わっちゃってるなと思ったもんです、えー、だから当時映画ファンは洋画と邦画で人種が分かれていましたがその最大の理由は映画館の雰囲気の違いだったと思います ととこころががのののシネコンというのは洋区別がありません同じように清潔な映画館で放画が見られるし予告編も洋画放画問わず取り混ぜて上映されるので、まあ、両者の楽屋にはなくなったんですねその状況に踊る大戦が真っっ先に乗ったというわけですこれシネコンはまあ設備があまりにもずぬけて既存の映画館よりもいいのでその既存の邦画専門の映画館の商売を妨害するっていうんで1990年代までは郊外にしか作られなかったんですけども映画版2作目の「レインボーブリッジを封鎖せよ」の 公開時ににににはすでで台場もも六本木ヒにもシネコンができていましただから2作目が興業収入が173.5億という実写映画歴代1位のメガヒットを記録したのはヒットしているということでシネコンがスクリーンを次々に増やしていって流れ現象が起こったからだと言われていますそして「レインボーブリッジを封鎖せよ」の3年後の2006年もうわずか3年後の2006年には放課と洋画のシェアが逆転して今はその差は開く一方になっています。でもう一つよく言われるのがインターネットですね あの日本のインターネットのサービスが始まったのは1980年代からなんですがヤフージャパンがサービスを開始したのは1996年映画版大作の踊る大捜査ンザムービーは公開10か月前の1997年12月にネット上に宣伝サイトを設けていますがこの時点で日本のインターネットの普及率はわずか6.4%しかも当時のインターネットは常時接続ではなくてその都度ダイヤルアップでプロバイダーと回線をつないで1分単位で金が取られる状態でした当時のネット利用者は 少数だっただけにまあ横の結びつきが強くて例えばあの踊るの公開初日にまあ制作者側がネットで映画が終わったらみんなで立ち上がって拍手してくださいっていうことを呼びかけたら映画館の客席にいた若者たちが指名したように一斉に立ち上がって大きな拍手を送るという事件があったそうです当時のネット利用者はまあ一般としては知らないけども自分たちだけは知っているというある種の共犯意識を持てるような呼びかけにはまあ喜んで応じていたんですね。 踊る大捜査線はインターネットを映画の宣伝に最初に利用した例として日本のネット市にその名を刻む映画になりましたそれから踊る大捜査線ザムービーはまあテレビとあえて違うことをしなかったのが良かったという説もありますまあそれまでにもテレビの人気ドラマを映画化した作品は何本もあったんですけどもそのような作品はみんなまあ映画はでっかいスクリーンで見せるものだからテレビとは違うスケールの大きいことやらなきゃ で構えちゃってでスタッフまでこのテレビと変えちゃったりしてで観客からなんだテレビと違うじゃんってそっぽく向かれてたんですけども踊るはもうテレビと同じことをやろうと割り切ったところに商品があったというわけですこれ映画版を監督したのはテレビ版と同じ本広勝彦監督です本広監督はまああの彼がバラエティからドラマに移ったばかりで27歳の時から僕はあは新屋区で一緒に仕事をしていた中なのでその辺でこの番組にもご出演いただいて踊るの話もたっぷり伺いました 元平監督は映画監督の中でも屈指の機材オタクでもうクレーンだのドリーだのバンバン使って撮りたい人なんですがまあ深夜の時はまだ予算がなかったんで我慢するしかなく映画、えー、特に2作目以降はですねもうたまたうっぷんが爆発するかのように、えー、ドリーとかクレーンとか使いまくってもうクライマックスなんか前科と移動撮影という感じで、えー、撮ってましたね、えーまあ、ですから映画はテレビとは微妙にスケールアップしてるんですけども、まあ、しかしそれは普通の観客はあまり気が付かない部分のスケールアップなんでまあ,あの本質が変わってしまったわけではありません。 他にもガル大のの成功の、えー、理由は、えー、例えば小道具大道具が凝っていて、まあ、今でいう考察者の,の走りになったとか「はい、エヴァンゲリオンっぽい音楽ルパーサン三世っぽいタイトル」まあ、これはレンドラの話ですけども、えー、頻繁に登場するアニメ話がアニメ世代を引きつけたとかいろんな説がありますねもちろん松本明彦が作ったこの音楽の素晴らしさもいつもいうことですけど音楽の素晴らしさも外せませまん、えー、それまでの主題曲と全く違う感じのこのテクノっぽい あのメインテーマの「タンタンタンタタンタタ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 っていうあのメインテーマもすごいんですけどあのライトモチーフの「タッララタララタタララタラタタララタララタララ」とか、えー、小田君がラストで歌ってた「ララララブサバディトゥナイト」とか、えー、あのメロディーもドラマの中で頻繁に使われてて、えー、これだけライトモチーフが充実した劇版のドラマってまあそうはなかったと思いますね。そして元色感とかも も音楽の使い方もすごいうまい監督なんで音楽とこのドリーでの移動撮影の組み合わせ方なんか抜群でしたね。 脚本の君塚さんは撮影に入る前に監督とプロデューサーに1973年の菅原映像監督藤岡宏主演の東宝映画「野獣狩」りを見てほしいと頼んだんだそうです。これ君塚さんがですね「踊ると挨拶せザムービー」の脚本作りは野獣狩りを参考にさせていただきましたってあ,のあちこちに書いたり話したりしたおかげでこれ昔はこの野獣狩りビデオも出てなかったんですけど今 VOD に上がってますねこれ君塚さんの恩返しという感じがしますね。でこののの野獣狩りの物語はアメリカ 黒の先生を名乗る犯人グループのに誘拐されて「コーランの原液の成分を公表しろ」。 でなんか変な要求を突きつけられてアメリカ本社はそれを拒否する代わりに身の代金で解決しようとします犯人グループが何者なのか目的が何だったのかもう最後まで描かれませんあのこの映画のカメラマン木村大作はこれがカメラマンとしての第一作だったんですけども、えー、銀座の復興者天国での追跡劇をもう手持ちカメラで撮った映像がすごい迫力でしたあの踊る大作戦は最初に言った通りドラマの段階からまあ犯人に感情移入させないというルールを設けていたそうですがそれとまあ言い換えれば人情で事件を解決しない ということですね。あの従来の刑事ドラマのような刑事個人の忍者ものではなくて、えー、犯人は警察の全組織を、えー、上げて追わなければならない得体の知れない存在だというのは映画四作に共通のパターンで、その点はあのー、確かに野獣狩りとよく似てたと思います。あの映画版踊る大捜査戦の四作のそれぞれのメインの犯罪の犯人が誰だったか即座に答えられる人ってあのー、意外に少ないんじゃないでしょうかね。これ例えば映画版第一作は三つの事件が並行して描かれています。まずはじ、えー、めに湾岸署 と、えー、勝時者のちょうど間にある川に水死体が、えー、浮かびますで、これはあの司法解剖の結果この水死体は素人が死体のよう切開してで中に熊のぬいぐるみを押し込んで刺繍用の糸で縫合して捨てたことが分かりますでこの猟奇殺人が第一、えー、の事件ですそれから第二に、えー、湾岸層で窃盗事件が多発してオンナスミレが捜査にあたり犯人は誰にも疑われずに庄内に入ってきていたことからまあ、犯人は警官の制服を着ていたんじゃないか ということになりますこれが第二の事件ですね第三に警視庁副総監が え誘拐されて、えー、湾岸署に捜査本部が設置されますが、えーまあ、この事件はマスコミには公表されずしかも本庁が仕切るので、えー、所,轄所の刑事は一切捜査ができませんこうした複数の事件が同時並行で描かれるというのが、まあ、映画版に共通したパターンです。でこの第一の事件を追っている水戸とミキとユ介スケ・サンタマリアが猟奇殺人の専門サイトで異常犯罪に詳しい、えー、人物と見つけてで彼と会う約束をするんですけど男だと思って接触したその相手は歯の矯正をしていてすごい顔をしていた小泉恭子でした。小泉 金教皇が第一の事件の犯人なんですけども、えー、彼女は銃を、えー、持って湾岸ガンに乗り込んできてあっさり捕まってしまいあとはこの羊たちの注目のハニバルレクターばりにですねこの黄金服を着せられてこの青島たちに第三の事件メインの事件の副総会誘拐事件の、えー、捜査のアドバイスを与えますこれ第三のメインの事件の犯人はこのネタバレになるのでここでは申し上げませんがご覧になった方は自力で思い出してみてくださいこの間のラストで重傷を負った青島を乗せて病院に向かう車をもう脇さんが見送る時に に車に向かって思わず敬礼するんですね。もうこれもう敬礼に。僕はもうこの場面しびれました。もうおそらく男性観客の多くは僕と同様、この場面で泣いちゃったんじゃないかと思います。イカリアさんもこれ素晴らしい演技で、あのー、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞したのも当然という感じでした。 映画踊る大捜査線の本当の悪役は犯人ではありません本当の悪役は毎回登場する所轄を見下して自分勝手な指示を出しまくる本庁の暗くて広い会議室の円形デスクに座った塚山雅音大和田信也らが演じる警視庁上層部の人たちですね警視庁の上層部がいる会議室のセットがもう暗くて嫌な雰囲気でもう美術が良かったですねこれでこの小田君の有名なこのこれ事件は会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるんだあの有名な名なはこのの会議室の この連中に対しては、えー、かれたセリフです。 まあ、あの君塚良一さんも現場のことなんか考えずにドラマ作りに毎度毎度あだこうだ口を出してくるテレビ局の上層部にか昔っから嫌な思いをさされてたんじゃないかなと思いますねそうじゃなきゃ書けないような実感のこもったセリフでしたあれは、まあ、だからあの踊る大捜査線は犯罪ドドララママといいいうより組織を描いた企業ものドラマに近い感じがしますねあのだからこそ新しかったし面白いしこんな大真面目なビジネス書が出て、えー、売れているんだと思いますそして映画版「踊る大捜査線」には上層部の意をくんで湾岸署に乗り込んでくる高部 上から目線のキャリア組っていうのが4作それぞれに登場します、えー、この役が憎らしければ憎らしいほど映画が面白くなる仕組みですね第1作のこの役に当たるのが東大でのキャリアの加計都市ですが加計都市出てきた時すっげえ憎らしかったんですけども途中から村井とか青島にちょっと理解を示し始めて青島が刺されて重傷を負った時には兵隊は犠牲になってもいいのかってつ呟いてましたねそして2作目のこの役は 警視庁初の女性管理官という設定のマヤミキでした。彼女が湾岸所で愛をし初めて会った時の第一声っていうのが、事件は現場で起きてるんじゃないのよ。事件は会議室で起きてるの。勘違いしないで言ってあげるけど、これもこの後も面白かったですね。イベント会場で刑事たちがまあ犯人を取りに流してしまった時に。 何やってんのよバカ!」って言うんですけどこのセリフは迫力ありましたねあの「マヤミキは最後まで青島たちに立ちはだかる踊るシリーズ屈指の敵役なんですけどもスピンオフ版のこの2005年の「容疑者室井信二」では武井俊夫とともに、えー、室井を助ける側に回っていて、まあ、それはそれですごい肩臓でした3作目の憎まり役は小木重光です小木さんはもう一緒に何度も僕一番回数多く仕事してる、えー、俳優さんなのでもうさん付けですけどもあの方顔はよく見るととっても優しい顔されてるんですけど声と演技が超クールで。 でこう若者の夢や希望を組織でルールで叩き潰す役をやらせたらもう日本人役者さんですねで実際の話会社でもスポーツチームでもああいう人がああいう上司が1人ぐらいいた方が組織が締まっていい成績を上げられると思うんですけども、えー、映画ドラマでではは小木さんは決ままって憎まる役ですでこの小木さんともう柳葉敏郎がこう2人並ぶと2人の一世風靡セピア時代を知ってるものはまあグッときちゃいますね。 あのそしてこの小木さんの小木みつらしさが最も光っていたのは第3作だったと思います。 それからあの4作目の敵役はこれさっきちょっと紹介した触れたあの3作目からまたいで出演している小栗旬でこれも冷たくていい感じでしたねあの冷たい感じがよく出てましたこれらの官僚はみんな東大でで柳葉敏郎を演じる東北大での室井真治と対立する存在として描かれていてまあ観客が室井に感情移入しやすいように作られていました名越康文という精神科の医師の方がこの「踊る大捜査線」日本映画の何を変えたのかの中でこんな指摘をされています踊る大捜査線を見て小田君の演じる青島にシンパシーを感じるか それとも柳葉敏郎の室井にシンパシーを感じるかでその人の性格が分かるっていうんですねそして自分つまりこの名越さんはあの室井管理官にシンパシーを感じたがそういう人っていうのは、えー、この上司って孤独なんだろうなとか、まあ、こういう上司のために頑張ってあげなきゃいけないなとか上の立場の人間に共感するタイプで一方、えー、青島の織、えー、田裕二君に感情移入する人はいつも雑用を言いつけられて大変だろうなとか、まあ、給料が安くて苦労してるんだろうなとか、まあ、下の立場の人間に共感しやすいタイプ。えー、で前者は えー、下の人間のしんどさが分からなくなるから意識して下の人にも共感するように心がけなきゃいけないし後者は一見民主的なようだけど上の人間の立場が分からないと、まあ、要求ばかりが強いだけのわがままな人になってしまう。 そしてイカリアチョウスケの枠さんが年は取ってるんだけどちょうどその中間に位置するタイプなんだっていうんですね名越さんのこうした指摘も僕が踊る大捜査戦は刑事ドラマというよりは組織のドラマだと申し上げている、えー、ゆえんですそして踊る大捜査戦のこの1本なんですけどもこれはレンドラなら先ほど紹介した第2話映画なら一番人とした2作目もいいんですけどもやはり第1作が一番面白いと思います 踊るシリーズは連ドラも映画もスピンオフもまあほとんどが FOD に上がっているのでもしもまだ一度も見たことがないという方はまあぜひご覧になってください。 チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。